久保さん今回ギャンブル依存症にしましょうか。まあ確かにね、そもそも宝くじ買うってことはギャンブル依存症ではないけど、まあそういう気質はあるってことですよね。まあ一発当てたいというか、なんか当たったらいいなみたいな。一攫千金みたいなものが1ミリもないんだったら買わないですよね、多分だって確率的に見るとあの、本当に確率めちゃくちゃ低いので、 じゃあ300円、まあね、年末ジャンボ、ね、また販売されてるのかな。年末ジャンボ買って300円。その300円、10枚買ったら3000円。その3000円、宝くじに買うより、こっち使った方がいいよねってなるだろうし <laughs>。うん。だからまあ、もともとやっぱ宝くじを買うっていうのは、そもそもそういう気質があるっていう感じですよね。でも逆に言うと、例えば、 例えばでしょ、あの、前沢社長が、まあ、1000億あんのかなで。前沢社長が年末ジャンボで3億円当たったとしても、何の影響もないですよ、多分ね <laughs>。もうその、その、その力量があるわけですから、その3億円当たったとしても、なんですかね、ネタにしかならないし、まあ逆にまた、もう宝くじで3億円当たったんで全部配りますみたいになるだろうし <laughs>。 いらねえよみたいな。もはやでもアクセスはそれでビジネスでね、アクセス稼ぐために、あの、なんかいろいろイベントはすると思いますけど。うん、だからやっぱね、力量って大事だと思うんですよね。うんん。お金をその稼ぐっていうのは、まあ僕もお金とずっと向き合ってきて思うのは、やっぱそのお金を扱う力というか、 うん、お金を使う力お金をどういうふうに使っていくのか稼ぐことも大事なんだけども使い方っていう使う力量ですねどこにお金を貼るのかってポーカーゲームとかそのゲームとかもどこで、えー、何を貼るのかとかね貼らないのかとかマージャンとかもそうなと思うんですけどもどこでこの手配を出していくのか出さないのかっていうねうんだからすげえ結構大事だと思うんですようん手配を取ることも大事だけど手配の出し方次第で勝負が変わるだろうし 僕赤木好きですけどもあのもちろんその手配の,そのこうこう拾っていく時の運っていうのももちろん、ね、すげえ大事だったりするんだけどこの出し方ですよねどう出していくのかっていう、うん、だからお金を稼ぐことも大事だけどお金をどう使っていくのかどこに使っていくのかっていうだから僕の場合だと、まあ、このパソコンとかにねお金結構使いましたけど、まあ、昔 の考え方だったらパソコン70万は使わないですね昔の考え方だったらうんだってぶっちゃけ70万じゃなくてもいいんですようん <laughs> 70万じゃなくても別に仕事はできるんですよだけど仕事をしていく上でここにお金を払うっていうことは自分のなんだいろんなその気持ちの部分ですよね あのなんですかねまあそのやっていくぞこれでし仕事やっていくぞとパソコン1台で仕事やっていくぞみたいなその動機作りだったりとかその後の結局そのパフォーマンスですよねうそっちのいいなっていう考え方で変えるようになったっていうで結果的にパフォーマンスは上がってるしうんまあネタにもなるしそうだから自転車30万とかもそうですけど <laughs> 昔の考え方だったらお金があってもね 自転車に30万払おううとは思わなかっただろうしでもそのいろんな考え方を持ってるようになってあのなんだそういうものにお金を使えるようになったっていう話ですよね、うん、だお金があるとかないとかではなくそのやっぱ考え方一つだと思うんですよね、うん、だってお金がなくてもまああのこれだと思ったらお金作ってくるし、うん、僕の熟生さんでもねあの お金ないけど、アコムで借り入れて、入って人生変えたい人いますからね。お金ないんでしょなくても。<laughs> 久保さんもお金があったから塾に入ったわけじゃなくて、カード、うん、ギリギリで入ったみたいなね。カード2枚けでギリギリで入ったみたいな話がありますけど。<laughs> まあ、どこにか、どこに、どこで勝負するのか、どこで貼るのかっていうのは、結構、人生の結構分岐点なんじゃないかなと思いますけどね。いってらっしゃい。